お世話になります一人でございます。ポケモン GO フェスで一歩も歩かずに色違いを何匹捕まえられるのかの検証後編です。はあ、疲れた。今日もまた目覚ましが鳴る前に5時台には起きてしまいました。私は慣れない環境ではどんなに疲れていても二度寝ができないんですよね。家では二度寝どころか1億兆万度寝しているんですけどね。いい朝が続いてますね。あーすごい眩しいね。今日もいい、景色がいい。下は見れない、高くて怖いから。高所恐怖症なんでね。まあ今日も頑張りたいと思います。2日目最後、ラスト、いくぞ。はい、ということでポケフェス2日目でございます。今はですね、7月の18日日曜日ですねの9時49分です。10分前ですね、始まる、今ね、またね、このね、ちょっとカルト宗教っぽい、服装、パジャマに身を包み準備しております。今日はまあ基本昨日と一緒っすね、違うのはなんかレイドが、伝説ポケモンがね結構出てくるということで、それは特に多分色違いの確率はめっちゃ上昇してるとかは多分ないのかな。そういう情報は聞いてないですけど、ポケモン GO 最近始めたばっかで持ってない伝説いるんで、それやりたいんで、それもやりつつ色違いも捕まえるって感じになるんで、昨日よりはちょっと色違いのゲットできるペースは遅くなるかなと思います。まあ目標は色違い20匹ですね。評価マックスのやつもまだ一体も手に入ってないですよね。まあここもまあ別にまあいいけどね、そんな必要ないけど手に入れられたらラッキーかなと思ってます。はい、ということで9時59分ということで、もうそろそろ始まるはずです。すぐルアーモジュールとここを耐えちゃいましょう。おお、ちょっとこの辺も反応した、ラッキーラッキー。ちょっとボールもちょっと少ないので、おい、ちょっとお前出てくんない、おいおい、見えをやめて、もう10時になって、お前邪魔すんなって、マジほんと。ルアーもちろん仕掛けておきましょう。はい、10時になりましたと。でここでお香も使って、ちょっと待って、10時からじゃない、お香がなんか変なんだけど、あ、使っちゃったよもうお香。あ、いいんだよね、始まってるよね。なんかお香の色が変わってないような気がしたけど、あ、気のせいか。ちょっと待って、誰も使ってくんないんだけど、ルアーモジュール。ここなんで使ってくんないの、昨日使ってくれたのに。俺使わないとダメ、マジ、そりゃないって。マジ、みんな使ってくんないの。3個も使っちゃった。もうやんないの今日みんな。そういうもんなの、ちょっとよくわかんないけど。私にはまあいきなり出てこなかったですね。ちょっと待って、こいつどうやって捕まえればいいの。あ、ちょっと待って、届かない、いきなり届かないね。ちょっともういきなり下手こいてるけど、レイドは別にまだ出てきてないかな。ミュウツーは特にあんまいらないんだよね。ミュウツーは持ってますから。ちょっと待って、みんな合ってるよね。まあ、いらないポケモンは適当に。いや、ちょっと待って、捕まえなくてもいいんだけどね、別に。でも多分捕まえないと出ないのかな、他のポケモンが。とりあえずミュウツー行きましょう。でこの間はモンプラ使いたかったんだけど、うわ、設定するの忘れた。もうダメだ、もういきなり今日ちょっとダメだぞ、いろいろ失敗してる。あ、ここにモンプラございますので使っていきたいんですが、ミスりましたね。いくぜ、ゲイ倒していく。かわいそうな顔した、一瞬のあのかわいそうな顔をやめてくれよ。捕まえていきましょう。色違い来い、来ねえか。いやー大変だなこれ、安納の色違いも欲しいっすね。お、結構捕獲スキップできるようになったよ。昨日ずっとこの行動やってたんで、投げてたんで手が筋肉痛になりましたね。捕獲スキップなんかちょっと慣れてなかったっていうのもあって、まあ、今日はその代わり、まあ、多少は身につけられたかなとは思いますけど。いやーちょっとね、ハイパーボールが足りないからモンスターボールでやっているんですけど、ほんとハイパーボール貯めとけばよかったね。まさか手動で捕まえることになるとは思わなかったですからね。そのGO フェス前日まではもう完全に私自動でやろうかなと思ってたんですけど、急遽企画立ててね今やってるんで、ちょっとねハイパーボールは用意できなかったという。あ、ギラティナいた、ギラティナ行きましょう。あ、ちょっと待って、持ってないのポケコイン。ちょっとポケコイン買わないと。マジか、全然準備ちゃんとできてなかったわ。2400円つく。さらに課金していく。だってなんかリモートレイドパスもらえるみたいな、無料でもらえるみたいな書いてあったけどね。とりあえずモンプラを仕掛けて、もう全然手際がすごい悪い、2日目なのに。いやーこれ結構時間かかんな、レイド。もったいねえ時間が。倒すのにも時間かかるし、ゲットするにも時間かかるし、最初のね入る段階で待つのも時間かかるし、結構大変ですね。色違いでもないと。やっぱ急ぎすぎてる、焦りすぎてる、よくないね。あ、リモートレイドパスかけるさん来ましたね。 OK、 レイドパスかけるさんもらった、無料で、でちなみに今は捕まえてんのかな、なんかまだ色違いはなしか。うわすごい、レイドがいっぱいあるね。クレセリアとりあえず行きましょう、持ってないんで。誰も入ってないじゃん。
人が集まんない。あ、来た来た来た。マジか、2分も失っちゃうからな、これだけで。いやー厳しいね。いやでも伝説で色違い来たらめちゃめちゃいいんだけどね。いやつかレイドばっかになっちゃうね。だってもう30分経っちゃったもん。これで色違いどころじゃねえよ。完全に今日はほぼ自動でやるって感じだな。いや待って、ひどいわ。あーもう、あーもう、なんやねん、なんだよ。あーもう外した、ダメだ。クレセリアだるいぞ。まだ色違い手に入ってないっすね。フェイドいくか。いやー辛いね。いやー来てくれ。いやー40分経ったのにレイドしかできてないよ。ギラティナもう一回行きましょう。いやー辛い。こいつの色違いは来ないと。色違いもいないと。厳しい。疲れたな。あ、色違い来てる。いや南来てる。おっしゃおっしゃ、いいよいいよいいよ。ようやくちょっとあの映えが取れたっていうか、映え取れてないけどね実際。よっしゃよっしゃ、いいぞこれは。闇ラミ欲しかったんだよ、色違い。めちゃめちゃいい色、本当に最高だわ。いやでも50分で1匹みたいな感じになっちゃってんな。まあレイドでも色違い手に入ったら、それ考えたら1時間で2匹はいけそうっすね。30分で1匹同じぐらいの割合でいけそうな気がする。レイドでも割と出てきますか。普通の時でさえ結構なんか出てくる感じありますからね、レイドでは。首が痛い。いやー色違い出ないよな。おお来てる。おいなんだよ、また打撃来てますよ、色違い。なんで自分でさ撮りたいの。え、打撃何これ、色一緒じゃね、色何が違うの。え、何これ、サングラス外しても一緒だぞ。何が違うの、色青でしょ、だって普通に。なんか色の違いがよくわかんないですね。なんだよこれ、もう普通に手動よりさ自動の方がなんか捕まんじゃねこれ、ワンちゃん。いやもうレイドだけっすね。いやてかもうこの方が色違いたくさん出ないんじゃないかっていう風に今思ってますね。大変じゃないし、もともと自動でやるべきだったか。でレイドでもね色違い手に入る確率ありますから、普通に。だからそういう意味で自動の方がむしろ色違い手に入りやすいのかもわかんないですね。よしよし、あまた手に入ってる。反応。おいなんで俺がやって手動でやった時出てこねえんだよ。なんで出てきてんの、めちゃめちゃいいじゃん反応ね、色違い。おいこれむしろ自分でやんない方がいいでしょ。自分でやんない方が絶対確率高いわ。なんか本当にそう思う。ずるいわ。え、全然これじゃ映えないじゃん。せっかくこれさ撮って、わざわざ撮ってんのにさ全部いらない部分だけ写して。なんだよこれ、撮影する意味が全くないわ。本当にひどい。こんな YouTuber いるか。関係ないことやっててそれでいつの間にか色違い撮れてるってのを写すっていう最低な YouTuber だ。あーもうやだ、辛いよ。あー辛い。おいおい、あーミスった。オッケー、クレス行こう。やだね、ぽい。辛い、色違い出ないね。あおい、クレセリア本当うざい、捕まえんのは。オッケー。ということで11時54分なんでだいたい2時間ねやりまして、ほとんどねまあレイドばっかやってたんですけど、モンスターボールプラスでね自動捕獲みたいのしてたんですが、そしたら色違いの数はやっぱこのあんまちゃんと手に入ってなくて、色違いのアンノーンでしょ、打撃、闇ラミの3体かな多分今のところは。なんですげえ悪いっていうわけでもなさそうですね。ただあんま良くないかな、やっぱ手動の方が若干ちょっと若干だけいいのかもしれないですね。まあ、とりあえずこれでレイドもねそんな欲しいやつはあんまいないんで、まあ、ギラティナとかディアルガとか、パルキアとかそのあたりね私持ってないんです。そのあたり捕まえたらもうあとは色違いねひたすらやるだけなんで、またこっからはね早送りかな。つうか色違い出てくる場面一個も取れなかったわ。まあまあ飛ばしていきましょうよ。はい、12時ということで、これ食べたいなと思います。割引だったんで昨日買いまして、もう期限切れてるんで早めにね食べたいと思います。ただね初日もね弁当買う時に箸ねもらい忘れて、またしても箸をもらい忘れました。まあそういうの人生でよくありますよね。なのでなんかネットで調べたら歯ブラシを箸の代わりにして食べるのもいいよみたいなこと書いてあったんで、このね絵を使って食べたいなと思います。もう本当に代わりのものってあんま意外とないんですよね。さすがにね夜とかに食うとなると非常に腐りそうな気がするんで無理やり食べちゃいます。まあレイドだったらねやりながらできるんでやっていきましょうか。マジかよ、おいおいおい。
ねえ。いやーもう死にて。お母さんのアングルなんだよな。はい、今ね、17時59分ということで、あともうちょっとです。あー、博士に送る。あ、こんな感じで終わんの嫌だ。せめて最後何体か見たいぞ。ヘアームドは違うと、他に色違いはいるかなと、ストライクは違いますと、他来いよ、奇跡起こせ。最後これか、チリン色違い来ない。いや最後来いよ、頼むよ。あ、もう終わっちまう、ひどいぞ。マリル、あ、ちょっと逃げられた。あー、終わった、終わっちまった。これで終わりか、もうダメか。うわー、最悪だ。でもなんとか終わった。めちゃめちゃ疲れた。これで終了だよね多分。え、終わりだよね。ちょっと調べよう。終了。マジか、すごい嫌な終わり方だな。まあまあ、とりあえず成果見ていきたいなと思います。まあ、はっきり言いまして、この声のね状態からもわかるかもしれませんが、正直言ってめちゃめちゃ悪いです。見ていきましょう。まあ、まず評価マックスですね。評価マックスの方は24ということで、初めと同じ状態ですよね。つまりめちゃめちゃたくさん捕まえましたけど、昨日と今日で合わせて16時間かずっとやってましたけど、ほとんど評価マックスの1体も捕まえれませんでしたね。で、今日なんかレイドをめっちゃやったのに全然来なかった。で、色違いは179匹ということで、だから差はちょっと待って、これ編集で入れます。ちょっと最初の状態覚えてないから。で、見ていきましょう。これ日付順に並んでおりますので、ルギアですね、これレイドで手に入れました。で、スタージャなんですよね。スタージャだって最近あったじゃん、コミュニティデイで。もったいない本当にこの枠使うので、オタマロですね。オタマロなんか他に一回出たし、もったいねー。で、ダンゴロも確か持ってなかったっけ、持ってるかわかんないけど、アブソルはいいっすね。アブソルはめちゃめちゃいい。めちゃめちゃかっこいいし、最高ですね、これは完全に。で、ヒンバス、これもいい。なかなかグッド。で、海洋画ですね。これはレイドです。で、アンノーもいいでしょ？打撃、闇ラミ、ここまでか。で、だから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10体しか手に入ってない。マジかよ。だから合計で多分30匹かな？色違い手に入れたの。まあ、16時間で30匹ということで、まあ大体1時間に2匹っていう感じかな。うわー、なんか微妙だな。つか、疲れた。めちゃめちゃ疲れた。まあ今日はこれ10匹でしたけど、なんでこんな少ないかっつうと、始める前にも言いましたけど、レイドをね、結構途中までやってたので、2時ぐらいまでかな。結構長くなっちゃったんですよね。それぐらいまでやって、で、その間はずっとモンスターボールプラスで自動捕まえでしたから、自動捕獲で捕まえたやつの方が多いですよね。だから今回ちゃんと出てきて捕まえたのって、ツタージャとオタマロぐらいですね。その2体だけかな。他は全部自動捕獲です。だからもう後半マジで気が狂いそうでした。2時から6時まで、そこまでずっと色違い全然出なくて、スタージャとオタマロだけですよ。マジでもう本当にモチベーションがもう保てなかった。ガチできつかったっすね。後半ベッドにずっといただけですけど、マジで今回の企画地味に辛かったな。いやー、一歩も動かないからいいっていうわけでもないんですよね、やっぱ。まあ歩いたらもっと大変なんだろうけど、いやー少ない。まあ私的にはね、チリンとか、もっとコミュニティデイとか出てこないような、感じのポケモンが欲しかったっすね、私的には。いやーでもまあまあ、まあ悪くはないけどね。でもピカチュウとかも欲しかったな。限定のピカチュウの色違いのやつとか。まあこれで、とりあえず終わったんで、あとは、本日はゆっくり休みたいなと思います。昨日も全然寝れなかったんでね。マジで本当に、ポケモン GO の企画もなかなかね、これ別に邪道なやり方とかではないと思いますけど、かなりきつかったっすね。だからガチ勢の方ほんと大変なんだなと思いましたね、本当に。まあでも、ポケモンゲットだぜ！そういえば言うの忘れてたんですけど、結構課金しました。どれぐらいしたかっていうと、まあ全部で4つかな。1つ目は、リモートレイドパスね。これ3個のセットのやつを4つか3つぐらい買ったから、それで1000円ですね。しかもそのうち1個使ってバトルが始まって途中で切れちゃって、多分消費したことになりました。無駄に使っちゃったっていう感じですね。で、それで2つ目がルアーモジュールで、なんかすげえ駅地下のめちゃくちゃ人が通るような場所なのに、ルアーモジュール2日目は誰もやってなかったんで相当消費しましたね。
あ、それも8つか7つのセットのやつを、1つ買いました。でそれも800円とかかな、確か。で3つ目が、あ、チケットですね、まあ、これは入れていいのか分かんないけど、まあ610円ですので、まあ安いですね。で最後が一番すごいのがホテル代ですね実際これが一番の課金ですわ。1日6000円で、それかける3ですね、1万8000円ですかね。で一応素泊まりなので、食費とかはね普通にコンビニとかで買っちゃったんで、まあ、食費も含めればもっとね高いですけど、食費はまあ普通の日もねかかってるわけだから、それは入れちゃダメだろうっていうことで。で合計どれぐらいかかったかというと、まあおよそ2万円ぐらいですかね。私1ヶ月前ぐらいに一人暮らし始めて、全部新しいもの調達したんで、家具とか家電とか、だからめちゃめちゃ出費多いのに、今回2万円もかけてねこの企画入れました。まあホテルね泊まったりするのも結構ね非日常感があって、まあいいんじゃないかなと思います。まあめちゃめちゃ疲れたけどね、ほんと疲れた。1日目は楽しかったけどね、2日目はマジ地獄のようだったな、色違いで安すぎて。こんなね素晴らしい光景とは、これでおさらばでございます。明日からは我が家の低層階マンションに戻るわけでございます。なんだかんだ高層階ってのはそれだけでリッチな感じがありますよね。あそこに月がありますね。東京タワーがあって、その右あたりに月が出ております。これはポケットモンスターサンムーンのリメイクの伏線かもしれないですね。2日間ホテルにあった白いパジャマで過ごしたのですが、パジャマのストックをフルに使い切ったので、最後の夜は自前のユニクロ肌着と捨ててこで寝ました。早く寝ようと思ったのですが、なんだかんだ1時に就寝。こういう何やってたんだか分かんないけど、なぜか寝るのが遅くなっちゃうっていうのあるあるですよね。もちろんこのいびきは演技です。もう企画の緊張から解き放たれたはずなのに、また今日も目覚ましが鳴る前に起きちゃいました。 GO の苦労の疲労は想像以上で、気分上上とはいきませんでした。いやいい朝、すごいいい朝、電車も通ってたった4日しかいないですけど、なんか感慨深いですね。これが卒業ってやつですね。家に帰るまでがゴーフェスっていうことわざがあると思いますけど、その通り私家帰ってきたんですけど、そしたらなんと普通にノラでココドラゲットしました。なんでやねん、なんでやねん、お前ゴーフェスの時出てくるやつがなんでノラで出てくんねん、クソが。けど嬉しい、ありがとう。